やっぱり男ってのはやっぱり力強く書きたいですから。で、タを見てください。タは、タとか口ってやっぱ結構大きいんですよね。立体的なんですね。大きく、お、右側に行くと大きく、右側に行くと大きいんですね、字は。で、ぐーっと入れば縮まるんですね、どうせ。で、真ん中にこうちょっと左に持ってきます。そしてここ、もっと上からです。これもっと上から来ると足が長く長くなりますね。これもカクッとしない、カクッとしない、ここ、あ、そうです、ね、カクッとせずにブレーキかけて、最大限ブレーキかけて止まらないように書くと字が丸くなります。で、長く強く書いて線をこう切ってゆっくりだと スリムになりますね。力強い男になると思うんですね。やっぱりそれがたくましく書いてほしいなっていうのはあります。じゃあちょっとこれを見ながら書いてみますか。書いてます。はい、ですから、まず書き始め、どっから書けばちょうど真ん中取れるのかなとかいうのができたりですね。今書いたなんか、これがこの辺から書いたらもう絶対ここに行きますので、この辺に書くのかなと思うんですね。その感覚で右、まあ、こう来るとちょうど真ん中に来るかなとか、なんかその感覚を自分だけに掴んでいただきたいんですよね。はい、1画目結構どっから書くかは重要です。そうですね、そうなんですよね。